みんな僕のお家にお帰り。 NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕のお部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。さて、新生活がスタートする春ですが、皆さんは何か新しいことは始めましたか？どうですか？まあこの春はですね、新しいシーズンの始まりでもあるので、別れもあるし出会いもあると思いますが、僕ユータはですね、最近散歩もすごいたくさんしてますし、またね、結構ハードに運動をするようにしてますし、あとは英語の勉強をまた始めましたね。はい。まあ今年の春からまた新しい新シーズンなんで、気持ちを切り替えて、新たなことに挑戦してみるのも、悪くないと思います。なのでね、皆さんこの春頑張ってください。ということですね、この番組、僕ら NCT127 の曲はもちろん、その他皆さんに僕が今届けたいいい曲をたくさんオンエアしていきます。まずは1曲目をお届けしたいと思います。 NCT127 でチェリーボンバリバリピアマイユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム。ユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム。 DJ は NCT127 のユータです。さて、今週は FM ラジオといえば音楽ということで、音楽トークでお届けしたいと思います。まあ僕ユータがですね、音楽に興味を持ったのは、まあ姉がダンスをしていたっていうこともありましたし、母がね、平井堅さんがすごい好きで、僕がちっちゃい時からよく聞いてたんですよね。で、アルバムで多分初めて買ったのが平井堅さんの Life is っていうアルバムだったと思うんですけど、なのでまあ中学の時ってサッカーしてたんで、中学とか幼少期の頃は音楽なんて興味ねえよっていう感じでやってたんですけど、まあそれを変えてくれたのが東方神起先輩で、東方神起先輩のステージを見て、わっかっこいいって思って、それまでこう、いや俺は違うっていう気持ちもあったんですけど、東方神起先輩のステージを見て、うん、変えてもらいましたね。はい。そんな僕なんですが、まず洋楽のアーティストさんの中から僕が好きな、僕のフェイバリットアーティストさんの曲をご紹介したいと思います。洋楽フェイバリットアーティストその1、ブルノーマーですね。僕は彼の力強い声がすっごい好きで、よく聞いてるんですよね。で、すごい羨ましいなと思うのが、あんなにパワフルで力強い声をお持ちな、ブルノーマーさんなんですけど、ダンスもめちゃくちゃうまいんです。じゃあ続いて洋楽フェイバリットその2位ですね、ザ・ウィークエンドですね。まあカナダ出身の R&B 歌手なんですけど、マークと一緒ですね、カナダ出身で。僕が一番好きな曲はですね、 Call Out My Name という曲なんですね。まあこの曲はですね、ミュージックビデオとかも見てもすごい、こうなんて言うんでしょうね、彼の色がすごい出てると思うんですけど、内容はですね、その恋人に向けた切ないラブソングになっていてですね、まあ、Call on my name っていう、そのサビがずっと出てくるんですけど、離れていかないで、名前を呼んで、まあ、名前呼んでくれたら、すぐ君の元へ駆けつけるからっていうね、結構切ない激しめの声のバラードっていうか R&B の曲なんですけど。ということでですね、続いては日本の若いアーティストでのお気に入りのアーティストを紹介したいと思います。日本の若いアーティストさんでのフェイバリット、その1はですね、バウンディさんですね。バウンディさん、作詞作曲アレンジも自分でこなすすごい多彩なアーティストさんなんですけど、まあおすすめの曲はですね、東京フラッシュという曲、多分皆さん知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、このトラックメイキングがですね、バウンディさんの声とかなんかその魅力っていうのをすごい引き立ててると思ってて、めちゃくちゃ聴きやすいですし、なんか自分の仕事をやりながらでもこうスッと入ってくるメロディーなんで聞きやすいと思うので、ぜひ皆さん
一度聞いてみてください。そしてですね、日本の音楽アーティストさんでのフェイバリット2位はですね、ミセスグリーンアップルさんですね。5人組の、ロックバンドなんですけど、めちゃくちゃいい曲多いんですけど、まあ、中でも天平の歌っていう歌があるんですけど、それはあの井上園子さんっていうその女性の方とフィーチャリングされた曲なんですけど、なんかこのお互いの声を掛け合う掛け合いが結構あって、すっごい心地いいですし、なんか歌詞から感じ取れる男女のなんて言うんですか、切ない声になんか聞きながら胸がキュンと、なんかなって切ない気持ちになれる曲ですね。結構あるんですよね、ミセスグリーンアップルさん。僕のこととかめちゃくちゃ好きですけど、あーなんて素敵な日だって言うんですけど、そこから高すぎて、あーから高すぎて、あーってなっちゃう曲の一つでもありますね。でもすっごいいい曲が多いので皆さんにおすすめです。はい、ということで続いて日本のロックバンドでお気に入りの曲ですね。来た来たよ、ロックバンド。日本のロックバンドのフェイバリットその1は、はい皆さん、そうですね、ラルク・アンシエルさんですね。はい、よくできました。はい、ラルクはですね、もう僕の青春と言っても過言ではないですし、めちゃくちゃ好きなバンドさんですよね。ビジュアルから何から何まで、もう大好きなアーティストさんの一人なんですけど、そうですね、何をおすすめしようか迷ったんですけど、ニューワールドっていう曲めちゃくちゃ好きなんですよ僕。まあ、アネモネとかも紹介したと思うんですけど、あのこの曲はあのドラムのひろゆきさんが初の作詞をしたあのシングル曲なんですけど、なんか過去にとらえられずに新しい世界に飛び込んでいこうっていう歌詞の曲なんですけど、すごいテンポもありますし爽快感があるから、なんかテンション上げたい時とか、一人で今日はちょっと落ち込んでるなっていう時に聞いたら、こう手をね上げたくなっちゃうんです。んで道とか歩いててもなりふり構わずジャンプとかしたくなるような、そんな爽快感がある曲なので、皆さんぜひ聴いてみてください。はい、ということで日本のロックバンドのフェイバリットソング2、ワンオクロックさんですね。ワンオクロックさんもすごい好きですね。世界で活躍されたアーティストさんの一人じゃないですか。で僕あのルローニケンシンがめちゃくちゃ好きで、ルローニケンシンの主題歌であるザ・ビギニングっていう曲がめちゃくちゃすごいんですけど、なんか結構この初めは Just give me a reason って始まるんですよ。でこの高さの Just っていうこのなんていうの、 H ボイスっていうの、あそこからううってきて、そこが終わると一気にバーンってこうサウンドが広がっていくんですよね。あの感じがめちゃくちゃ好きです。はい、さて皆さんと共通する好きな曲やアーティストさんはありましたでしょうか。みんなの好きなアーティスト、おすすめの曲も僕にどんどん教えてほしいなと思います。ここで一曲お送りした後、まだまだ僕の好きな音楽の話を続けていこうと思います。それでは、NCT127 で Fly Away With Me。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、 DJ は NCT127 のゆうたです。お送りしたのは NCT127 で Fly Away With Me でした。さて今週は FM ラジオといえば音楽ということで、音楽トークでお届けしています。続いてはですね、日本のビジュアル系でのお気に入りのアーティスト、僕のフェイバリットアーティストですね、紹介したいと思います。日本のビジュアル系でのフェイバリットアーティストさん、その1はですね、アシト・ブラック・チェリーさんですね。はい、アシト・ブラック・チェリーさんめちゃくちゃ好きで、 ABC って呼ぶぐらい、めちゃくちゃ好きなんですけど、あのボーカルのヤスなんですよ。知ってました皆さん。でヤスさんの声もめちゃくちゃ好きですし、中学の時によく友達がその ABC 好きな、その友達と一緒に聴いてたんですけど、ヤスさんのその曲の作り方というか詩の作り方が、まあ男性じゃないですか、結構こう女性目線の曲がたくさんあって、なんかそれがすごい新鮮で、当時はすごいたくさん聴いてたんですけど、まあ、ね、おすすめは、めちゃくちゃあるんですけど、まあ、ブラックチェリーという曲とですね、まあ、マリアという曲もおすすめしましたし、イエスという曲も好きですし、めちゃくちゃ好きです。皆さんぜひ聴いてください。はい、じゃあ続いて日本のビジュアル系でのフェイバリットアーティストさんはですね、まあ、これ伝説のバンドなんですけど、 XJAPAN さんですね。XJAPAN さんもこれも伝説のバンドじゃないですか。ロック、ビジュアルバンドで、知らない方でも
絶対に名前だったりなんかの曲は聞いたことあると思うんですけど、まあ、僕も別に世代ではないですけど、この日本を代表するビジュアル系バンドっていうことでは、もう絶対外せないバンドなんで、今回入れさせてもらいました。おすすめはですね、ラスティニーネイルということですね。くれない、めちゃくちゃ好きですし、フォーエバーラブも好きですし、で、バラードではエンドレスレインが一番僕好きですね。ラスティニーネイルは、東神起のチャンミンさんもカバーしたことがあったじゃないですか。で、それも拝見させてもらったんですけど、やっぱさすがだなって思いました。はい。じゃあ、最後に尊敬する K-POP アーティストを2組紹介していきたいと思います。まず、尊敬する K-POP でのフェイバリットアーティスト、その1はですね、シャイニー先輩ですね。なんか、シャイニー先輩は僕めちゃくちゃ好きだったんですけど、何がすごいって、なんかもう確立されてるじゃないですか。ファッションもそうですし、ファッションも、なんかトレンドをすごい意識してると思うし、知らない曲でも、あ、これ絶対シャイニー先輩の曲だなって思ったら絶対そうなんですよね。それぐらい、なんかアーティストにもガッとこう色が出来上がってるアーティストさんなんで、なんかすごいかっこいいなと思うんですけど、Don't Call Me って出たじゃないですか、最近。あれを見て、やっぱシャイニーだなって思いましたね。めちゃくちゃかっこよかったですし、皆さんもぜひ一度見てください。ということで、尊敬する K-POP 勢のフェイバリットアーティスト、その2はですね、もちろん東方神起先輩ですね。僕が韓国に渡るきっかけを作ってくれた人たちですし、なんか未だにこう進化し続けるグループって、東方神起先輩がすごいんじゃないかなと思って、なんか同じアーティストとしてもそうですし、先輩としてもそうですし、同じこう人間味っていうところでもすごい見習わないといけないなっていう、唯一の先輩ですね。はい。で、まあ今はシーズンが春なので、桜道っていう曲をね、皆さんになんか聴いてほしいなと思います。この曲はですね、春にぴったりの卒業ソングなので、今の時期に、まあ、学生さんだったり、なんか出会いがあって別れがあった人にはすごいこう心にグッとくる歌詞になってるんじゃないかなと思います。それではここで、尊敬する東方神起先輩の、桜道という曲を皆さんにお届けしたいと思います。東方神起で桜道。 NCT127 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは東方神起で桜道でした。さて、番組はあっという間に終わりの時間となりました。皆さんどうでしたか？実はね、やっぱ足りないわ、尺が。うん。3、4個結構俺バッてまとめてたんだけど、やっぱりね、この好きなアーティストを語ると時間が過ぎるのが早いですね。はい。ということで、今週のラストナンバーの時間となってしまったんですけど、今週のラストナンバーは NCT127 で、リップスティック。Your lips, your lipstick, your lipstick got me. Yuta at home. NCT 127, Yuta の Yuta at home. Yuta at home. 今週の NCT 127, Yuta の Yuta at home, いかがだったでしょうか、皆さん。今日はね、僕のフェイバリットアーティストをたくさん紹介しましたが、テーマを決めて好きな曲トップ3を紹介するコーナー、ユーターズパワープレイも以前やってました。練習生の時によく聴いていた曲とか、クリスマスに聴きたい曲、昭和の曲、リフレッシュする時に聴きたい、やってたね、演奏、吹奏楽の曲などね、テーマをもとに、いろいろな僕の好きな曲を皆さんに紹介しました。まあ、その時に、私も僕もその曲が好きですというメッセージをいただくとですね、まあ、やっぱこう音楽で皆さんと繋がっているように感じますので、時々復活させたいなと思いますので、皆さんお楽しみにしていてください。そしてですね、また皆さんが好きなテーマで好きな曲のトップ3を、その理由とともに選んで送っていただいても OK です。いつかまたみんなのパワープレイの特集コーナーなどもやってみたいと思っています。皆さんの声をこれからも僕にどんどん届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。Twitter のハッシュタグは英語で YutaAtHome です。それではお別れの時間となりました。 NCT127 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータでした。次回もまた僕のお部屋に遊びに来てください。それでは皆さん、バイバイ。
る体感に溺れてく Yeah, I can turn you down Yeah, I can turn you down君を笑わせてクラウンズ過去に置いてきたキングスクラウン Cause you're my only need one ひざまずこの差 Get down I'm eliminate you 君の魅力に潤む瞳思わせぶりな仕草に素敵な空気 Kissing me